ジョンから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 毎度おなじみジョンからしまい。雪に埋もれて小半年。なんで急に歌うの？どんな歌って聞かれたからこんな歌ですみたいな。まあまあ姉妹でね、はい、はい、力を合わせて、はい、道の草酒場というところ、そう本当にあるんですよね。そうなんです。青森市に陣太鼓っていうお店があって、はい、あの姉妹で、やってらっしゃるお店のを舞台に、舞台、あ舞台テーマに新谷俊也先生が書いてくださいました、はい、そうです、はい、ね、姉妹愛というか力を合わせて、はい、いろいろあったけど頑張っていこうねっていうような。 そこに来たらみんながなんかこう元気になれるよう な、うん、なんかそんな場所っていうか、だから私たちがそんな存在になれたらいいなって思いを込めながら歌ってます、はいはい。あ、ワンポイントアドバイスは、ワンポイントアドバイスはすいません、あのどうなんですかね、こう2人をこう息を合わせて、そうです、歌うことが一番の、うん、だからやっぱり顔を見た方がいい、目をパッと目を見て、うん、こう次のタイミングを、うん、やっぱ目を見るとタイミングが合うんです。合いますね、うん、だからこう結構ね皆さん自分が自分がっていう歌われる時ね、もう普段はね自分が自分がでいいと思うんです、一人で歌われる時は。でもそのデュエットを歌う時は相手のことを思い合って、相手と呼吸を一つにねして、そう今っていうこのタイミングをアイコンタクトでできるようになると、もうよりうまく歌えると思いまーす。キャ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 。ジョンからサビの部分です、うん、はい、せーの、ジョンから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 すがる噂のジョンから姉妹ってなるんです。そう、で ここはもう多分どなたでもできますよね。できます。でマイクをねこう肩を持って、こう持って、はい、ジョンからジョンからってこう、まあ、吹いてですね。そう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 、まあ他のとこ難しくてできなくてもここはきっと合うと思うので、うん、ここちょっとジョンからジョンからってやっててね、うん、でこれもまた同じ踊りだけれども個性が出てきて、そうそうそう、また違った感じになると思います。で、うん、踊りで合わせると同時に歌でも合うことができると思いますので、うん、ぜひチャレンジね、うん、昨日言われたこと全部言ったね、はい、はい、よろしくお願いしますサバサバにしてる。あ、ごめんごめん、サバサバサバサしてるね。どっちかというとベタベタしてるものですね。そうですね、はい、そうです、サバサバしててなんか結構こう気前がいい、うん、なんか一緒にご飯食べ行ったとかしてももう別にもう釣りはいらねえぜじゃないんですけどもらうよ、もらってますけどしっかり可愛いんですなんかね大したことじゃないことで電話してきたりとか、うん、電話でお腹すいたって、お互い自分の家にいるんですけどお腹すいたって、まあ、知らんがな知らんがなっていう言葉を私何回言ったか分かんないぐらい、うん、ちょっとしたことでもそうやってこう電話してきたりしてくれるところがなんか可愛いなって、だからちょうどいいですね。そう、女の子と男の子なんかおっさんみたいですけどねはい、二人合わせてなでしこ姉妹です。こっちがしっくりくるよねやっぱり、ね、うん、これからも、うん、こんな感じでお互い、まあ、仲良く、うん、助け合いながら、また目でいろんなことを語り合いながら、うん、頑張っていきたいと思います、うん、どうか今後ともなでしこ姉妹、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。なでしこ姉妹のジョンカー